ンクにはいけるのかな、うん、まあ、あとどうしても先だったからね、そうですね、はい、本日のルールは事前申告したファイターのみ使用ということで、さて始まりましたルーザーズファイナル、ガクト対ヤバ団子、村と町で広めのステージ、時間を使っていくないよね、うまく利用してますね、うん、さあヤジがヤジがね戦えと、はい、勝者が決勝に行った人からヤジが飛んできて、はいはいとセレナーデに掛け声がいやステージの下をくぐって復帰しただけなのにね、勝者が決勝の人からおいおいおいという声がねそうですね、やっぱみんなだんだんとバージョンに対する、うん、なんかこう風向きというか、はいはいはい、我々に対して、ね、みんな風当たりがね、風当たりちょっと強くなっていくね、そう強いんですよ、うん、全然言葉出てこなかったねえ戦術ですもんねこれはね、立派なね、はい、ということで、うん、52% 体力出しませんと、うまいですね、上から乗ってチーム劇ね、一発当てることにはいはいと、さすが事実上の、ね、決勝戦だけありますね、そう、 T さんがバックにいるときは結構ね、喋ってくるんですよね、うん、ヨシーさんのヤジがね、ガクトヨシーさんだと、そう、ヨシーさんのヤジはね、昔からこう、うん、ボソッという感じで言うんですよ、いいよーってさあ、バイクを投げて食ってさあ、横強を出してるな、うまい、これはもう届かないっと、大盛り上がりは激側、あーマダンゴ顔がちょっと白けているおっとこれは一番美味しいコンボ、ワリオが一番好きなコンボ、痛い痛い好みなんだコンボってさてここで後ろからね安いよっていう声がね一番高いですこれ、ね、ガクトを安心させるために ね言ってますけどね、さすがに嘘ってわかるんじゃないですかね、ガクトはどう思ってるんですかねこれ聞いて、ね、いや安くねえだろっってねさてこの差し合いたまりましたね、たまってますから実不利ですねこれは、そうです、うん、何もガクトとしては珍しくガクトが技を振らないですから、はい、でもアバダンゴ徹底力なら下これはジャックジャック本当たり狙ってく、ファイヤー火柱立てて相手を上に飛ばせましたね、バイクでうまいぞ、バイクがないからあー潰していく、あっこれはあっとこれもっとも美味しくない展開がマリオ側としては一番辛いですね、ちょっと色が出ちゃいましたね、色気が、そうです ね、あわよくば復帰できないかなっつっておならを復帰策として使いましたが、ガクトも見てましたねそこ、うん、ちゃんと、いやまだこいつにおならがあると、ヨーヨーをしっかり垂らして撃墜、復帰もできて今度は受け身取りました、ね、さあこの崖その流れが上がってくる、しかしまあここで撃墜してワリオ側が、はい、まあ、おならがあれば、うん、結果的にはね、そうですね、オーライですね、待って、あーちょっと危険、危ないぞ、これまだ最初バイク空母空母かわしてるけど下妻がけや、あっ掴んで着地狩り、うわーワンテンポ置いてくる、どうするアバダンゴ、あーっくーちゅーしろー、ナイスとね、さあちょっと曇った表情のキシル軍団のドン、キシルまあまあと、まあまあと、あのアバダンゴにまあまあと言える男が結構いるか、まあ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 、まあまあまあ、これ事実ですからね、まあね、はい、まあまあ、まあまあは事実、そうですね、やっぱりアバダンゴ選手っていうのはファイターをね使い分けて相手によって変えていくみたいなプレイスタイルですんで、まあ、このねファイターが1ファイター事前申告した1ファイターしか選べないという今回のストリートスマッシュのルールにおいてはカウンターするということはできずに、そうですね、はい、
真正面からのぶつかり合いになったところ上を行ったのはガクトのネスということですか。キャラ使いにはちょっと苦しいパターンもありますよね。ハマるパターンもあるんですけど、もちろん。さあ2戦目に出てくるのはレア、まずはガクトに1ストック、はい、さあこれは50秒から45秒から45秒ですね。3、2、1、GO! さあ、うん、レアとしては何としてもね、はい、ストックを、まあ、1ストックくらいなら削られてもいいっていうのが9大点ですか、うん、そうですね、まあ、できることなら先ほどね、あのおだまりの方法に対して展開していったネス対策が存分に活用できればいい感じな気はしますが、さあ空前で技を置いておくガクトネス、さあ下強型目掴みは回避で受けてる、シールドから何も出せないのを知ってますね。後ろ投げギリギリ、そー、ここに逃げるんだ、逃げ場がないですね。逃げ場ないですね、うん、ちょっと結構はね難しいですよね。さあ片目はジャンプで逃げていく、うん、しっかりと隙間にジャンプをねじ込む、いや密着展開を常に作っているのはガクト、下投げからやっぱり差し返しされるっていうのが一番苦しい展開ですから、そうですね、常に近づいてタクを仕掛けていく、ダッシュから空中しろ、手裏剣当たるが最終弾まで当たらず、あっと空下からなんか面白いのが見れそうですが危ない、持続絡みつく、上スマ横スマ、ね、スマッシュブラザーズ、そのドバカイ読みでしょうか、うん、クエネ通してダッシュ攻撃、いいよりはとりあえず見せたけどが上着し、うわあ、ガクトが止まらない、ノリに乗ってますね、下から移動回避、下スマッシュニュートラルでいきなりスマッシュを振る回数が増えてきたが、今日から水がギリギリかからない位置、うまいですね、うわ、ここでここはリーチを生かしてくまい、まだここで勝てば、そうですね、はい、バトンはつながる、ここで負けてしまうとちょっと苦しい展開が、そうですね、ボロボロのバトンになってしまう、さあクイヌからクイヌ、うまいぞ、うまい、このおっと、そっちに回避する、クーヌクーゴタイミングずらしまくるがジャストシールドを取るもののただ技なんとかシールド間に合ってますね。さあクーヌ、あ、ウィスマ、ウィスマ失礼もう全然いいですよ、あ、さあ下強からあダッシュ A から空中下繋がらないが、どうするこれ、ダッシュ水は当たらない位置で復帰、そのバーカリ後ろのゲイギリギリ耐えてる、ピーキーフラッシュ、あああ、そんなんどうすんのよ、もうフラッシュ出た瞬間上に舵切るしかなかったんですかね。そう、フラッシュそのものもまた有名だと思うんですよ、うん、フラッシュが今の下の位置に来たから、うん、まあもっと下に行くしかなかったんですけど、うん、下の位置を下の位置によフラッシュの上側でフラッシュさせるのを警戒して下に潜った、うん、そうですよね、そうですよね、だから下にフラッシュが来るのを読むのであればもっと上から返す人はあったかもわかんないんですけど、うん、厳しい、ね、済ませに行きましたかフラッシュで、おっとキシル選手のキシル軍団味方がもうキシル軍団なのにキシルになっちゃったこうおい、こう後ろで後ろで応援してほしいところですけど ね前でね、うん、足組まれて、そうもうなんかお通夜みたいなムードになってますけど、まだ終わってないから頑張れキシルさん頑張れ
負けるな軍団じゃなくなっても頑張れさて最終戦なんだこうなったらもう、キルさんに勝ってほしいすぎる。そうですね、まずはガクト選手にね、2ストック落ちてもらって45秒からスタートしましょう。いきますよ、3、2、1、GO。 さてこのストック、とりあえずキシルは絶対に落とせない。そうですね、もうまず、もうなんとしてももぎ取らなきゃいけないですけど、いやこうなった時のね、ガクトとかいうノリプレイ結構得意なね、そうね、人を相手にするのはね、苦しいんじゃないですか。ただ一つ、まあ、気づいてほしいことが、うん、今までこの 3-on-3 見てきて、うん、7スト削りって割とあったじゃないですか、うん、まあ2試合に1回ぐらいの7スト削りがあった、はいはい、なのであと7ストなんですよ相手。ああなので7スト削りなら別にできなくもないんじゃないかって、起こりうる事象であると。そう、8ストまでいくと本当に厳しいですけど、うん、7ストなら全然ある。さあ空中しろ、うん、いい横スマッシュタックかける、横強は先端当たらずめくってる。チームメイトからナンパに行こうぜと。そうですね、まあここまで来たら後派はあんまいらない。そうですね、さあうまい吹き下から怖いよよよよガーッとまだ全完璧構想しましたね。これそうですね、村田町が構想しました、ね、いやこれは深い下すまー、下すまこれはちょっとやっちゃったかな小気味飛びすぎがキシルのメンタルに圧をかける。頑張れキシル頑張れ負けるな負けるな、危ない、うますぎる復帰、熱い熱い熱い、横様勝利がむずい、痛い、助けてどうすればいいのこれ。どうするんだもうこれは、うますぎるシールド横強イエーイ、やめろ、なんとかして、ダッシュがかすってしまい、ピカチュー、うまい、あーもうどうすんのよこれガクトに急立てができるならキシルにも急立てができるはずなので、うまい、前に投げて、よかった、首の皮一枚浮かない表情、そりゃそうだ誰か一人でいいから一人でいいからチームメイトじゃなくていいから後ろについて誰かあ野良のピカチュウになっちゃいましたね。そうですね、野生の野生のピカチュウになっちゃいましたね残業確定した時の顔って言われてますよ梅干しをね、しわくちゃくしたようなね。そうですね、梅干しはしわくちゃか、残業、いやーガクトね、ここに来てねやってきましたね。アバダンゴ、レアキシルの3人から8ストック奪う、ね、恐ろしい男ですよ。まあ、ただね、やっぱキシルさんって結構ノリが、おっとあっおっとこれは熱い、別のチームから勝者側優勝チームから勝者側優勝チームから3人、まあ、アバダンゴレアはまだ帰ってこないけどアバダン終わった瞬間にスタンバイできるように待ってるだけ説が出ましてますが、でも世界中のみんながキシルを応援してます。頑張れキシル、今お前が主人公ださあ2ストック失ってから45秒でスタートです。いきますよ、3、2、1、GO。 さて、ガンで細かくもう性格がやらしい、ふざけるな、正々堂々戦う、正々堂々戦う、俺はお前とスマブラがしてよってねこれは名言を思い出しますが、さあまあヨッシーさんも慣れてないことしてますから、ふざけるな、こらちょっとやめろ、やめろ、22% で出してきた
しかし、まあ、キシルムさんも乗った時に強いプレイヤーなんで、全然わかんないといえばわかんない。わかんないといえばわかんない。わかんないといえばわかんない。まず時間を使ってね、アルセーヌをさよならさせていきたい。下投げ空へ、ダッシュへ。お手本のようないけるときのいけるでゲージを削りましたが。そうです。ただこの 30% が実質的な 60% ぐらいの重みがあるのが。もう 90% ぐらいありませんかこれ。あります。これ3倍ですこれ。3倍ですよ3倍。うまい。うまい。チャンピオンでうまい。いいよと。頑張れキシル。うまい。悪を倒せ。悪。あ、反撃でこれ。ああ。うますぎる。ちゃんとクエに食らうまで。待ってましたね。そうですね。うん、アルセーヌが2体目出てきた。苦しい苦しい。歩いてうわあ最低。こらいい加減にしろ。いい加減にしろ。ねどうもありがとうございました。本当にね失礼いたしました本当に。チーム劇のファンに怒られちゃう。ね、おめえよこしをね。うん、いややったーとねわざとらしいね。